動家アンチが荒らしてるだけなんで、まあ全然気にしなくていいよ、そんなのは。福岡で回るとこってなかなかないですね。埼玉民みんな回ってなくてさ埼玉ね、あの太田チャンネルさんにね出演させてもらいましたけど、やっぱ結構状況はきついですね。東京とかもやばいんじゃない。おっと、突然の槍落ち。どうして、なんか槍落ちる要素あった。シンプルモードの槍落ちってどうなん。俺基本的にノーマルしか打たんけわからんねんけどさ、どうなんこれ。やるやるだわ。ああ、これ弱くない。あれ、何よ、真摯の悪口を言われるのか、そんなに触れたい。タクつくけ、タクついた。人に褒められるためにエヴァになってるの。この台135普通に揃うことありますよ、全然ある。ダメなやつですね、これ。良くないやつよね、わかる、俺もわかるわ。戻ってこんといかない、槍落ちてきてその後に戻ってこんといかんだよね。このシューンジョチきてスーンつって戻ってきて画面刺してくれんときついんですよね。まあでも全てを変えてくれるのが最終カットインなんで、最終カットインまあどうかって言われて、ゼブラ柄だって、ゼブラ柄、うん、そう当たったわ。うわマジで、え、なんでなんで、あ、わーちょっと待って、バイブでカス玉を押して、わーちょっとびっくりした。めっちゃ当たるやん、めっちゃ当たるんやん。おいおい、もう今日どうなってんのマジで、今日どうなってるん、あんた狂ってるわ。俺今もう絶対当たる、うわー、しかも方向してる、確変だ。今日やばいです、今日マジでヤバタニエンの関東風春政です、やば。ちょっと一生懸命ひねり打ちしていい、ちょっとひねり打ちの練習させてよ。俺ひねり打ちするときさ、この印をつけないといけないよね、印を。お、なにこれ、どうなってるの。なんか今ゲイおった、あは、風が吹いてる、めちゃめちゃ気持ちいいじゃん。今日マジすごい、当たりすぎ、当たりすぎ。ちょ、ごめん、あ、もう無理。なんていうの、ちょっとプロなとこを見せたいなと思ったけど一切無理でした。あ、熱いじゃん、熱いじゃん、さっきより熱いよ、これ熱いよね。かよちゃんありがとう、はい簡単すぎんこれ、エヴァンゲリオンって簡単すぎじゃないですか。6000円ありがとう。逃げちゃダメだ、あ、逃げない逃げない、逃げるわけがない、ね、やべえ死ぬほど当たりよ、今日3万発出とるわ俺。あ、そうね、レイモード先読みしないで当たること結構あるよ、結構ある。あ、ちょっと待って、音楽変えるわ。吹いた前ムルオカの鐘をお願い頼む。あー、ついこれが音楽替えごとです。見た今の、見た今のね、まずいと思った瞬間にもう音楽変えました。カラーのこれやばくない、もうもう大の乱数思うがまま、もうもう透明な箱に手突っ込んで当たりのフラグ引いてる、やば。そう、丸一日じゃなくてほんの数時間でもう最近は勝ちますからね。いやー、もうやりすぎちゃったな。レバー準備、ええ、ちょっと待って、先読んだよね、あれ先読んだよね、
よっしゃ、うわー、そうだね、そうだね、そうだね、そう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 、そらそう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 、びっくり、いやいやいや、復活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 、おむねくありがとう。わあ、なんか久々にレイモード以外やったら先読みがうぜえわ。お、あ、全然違ったわ。あー、熱いんじゃないこれ、ペカってますよ。やっぱレイモード以外さ相当だるいね、先読みが。ゼルエルはきついんだよな。レバー来てほしいな、レバー。え、今打ってるのカオルくんですよね。あ、いいよ、いいね。どっかにおった、どっかにおった、カオルくん。こんな遅くまでバチンと打って明日仕事行けるないの、仕事が、仕事がないの、全然ごめんなさい。エルダクってなったら隣の隣の隣の台でした。うわぁ、ダメか。うわぁ、一回だけこれ終わった瞬間に135をバーン、そーっと音があるけどね。ないね、ないね、リーチ行ったことない。いや、俺ね、結構ノーマルでも行くよ。で、大体ね、勝率7割ぐらいあるかな、あれ。ガロー保留連とか継続率100超える。いや、マジやべえよ、ガロー保留連ってやばくない？だってさ、考えてみてよ、 81% 継続なんよ。1つの保留がほぼほぼ1分の1で当たって、さらに、あ、これもしかしたらあれ来るか、あ、割れろ、ギジレギジレギジレ、ドーンドーン、よしよしよし、ドーン来るわ、ドーン来るよね。次リラックスステップアップ来ない？これリラックスステップアップは、ほら来た来た来た、リラックスステップアップ、ステップアップ1です。リアル、あの、ちょっとね、期待したんですけど槍が来てね、リラックスステップアップがでも1なんで、あ、2回目のモノクロは槍確定なんだ。なんかきつそうな感じしたんでね、まあいいね、まあできれば、うわー、でもでも色が欲しい、色が欲しい、色が欲しいね。あー、テロップの色もダメ。高評価高評価高評高評高評価、よろしくお願いします。うわー、きつい。 あ、変わったよ、変わったよ。あとは色欲しい、色欲しい、金金金、あー、金来てる。これいける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 、割れる割れる、いける、割れ割れ割れ、よし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 、取れた取れた、よし。いやー、よかったよかった、いやー、いけたいけた、うん、俺短期そんなに熱いと思ってないんだよね。いやー、ゴリ押しゴリ押しゴリ押し、ガブリオって言ったわ、当たりにガブリオって言った今。頼む頼む、ここ大事、ここ大事、お願いします。うーん、羽はないけど、なんかいきなりスッとならない？はい、予定通りだ、シナリオ通り。シナリオ通りでした。なんでここが取れないの、 56% あるのに。俺見てないな、まだ1回もこの台で格納庫演出1回も見てない。なんならレバブルすらなかなか来てないわ。早く連チャン見たい。いや、俺もね、連チャンさせたいんですよ。でも鬼武者3連したよ、鬼武者3連したよ、1回鬼チャージ引いたし。あー、もう鬱陶しいこれ。まあ赤文字とかがないとさ、もう絶対ないからね。で、あ、おるやんおるやん、いや、本当にいける可能性あるぞこれ。あーい、当たっちゃった、当たったわ、風吹いてる、みんな風吹いてる、今風吹いた、ごめん、風吹いた、風吹いたよ。うわー、当然ここはね、捨て頃ソード行くよ。
え、上品な、え、上品な、え、冬月さんでした。真ん中に止まらんやんた今。トゥ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 、やったー、早い、エアコンじゃない、エアコンじゃない。待っている最後の懺悔も叶わないなら、もっと強く、風吹いたら当たり、鬼武者と違って風吹いたら当たりなんですよ。決着をつける。さあ、お待ちしておりました。幻覚じゃない、幻覚じゃない、鼻息じゃない。牛味ありがとう、ベリーシェイシェイね、言ったでしょ、うん、確変確変確変だよ、確変、絶対確変、確変来い、お願いします、確変ください。おうおー、トゥー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 、よしよし、 ありがとう俺のセリフ、俺のセリフ、ありがとうレイちゃん、ありがとう。させて、ちょっとマジで何にも起きない。いや、62秒で蹴りがつくの俺のラッシュなんよ。 俺のラッシュが62秒で蹴りがつきそうなんよ、マジでやばいやばい。これ一回乱数調整させて、よし、ここ、うん、向かって、早く急いで急いで向かって、じゃないと俺の確変終わっちゃうって、俺の ST 終わるってねえ、俺の ST 終わっちゃうって。まあレイは基本で、わあ、ダミーの煽り、頼む、当たってくれ、これテンパイしろ、本当に止まって、お前が思ってる以上に俺が止まってほしいと思ってるのよ。マジかよこれ、マジか、うわー光った、いい、なんとかなるぞ、なんとかなるぞこれ。うわ、でも当該変動か、これ今の当該変動だよね。スワキエル、スワキエル来てくれ、ゼルエルじゃん、お願い、レバーちょうだい、レバーちょうだい、レバーちょうだい、マジでレバーちょうだい、なんとかならん、レバーだ、よっしゃ、危ねえ、危ねえ、ダメよ、みんな逃げちゃダメですよ。先読みじゃなかったね、当該変動ですけども、全然いけるんで、いけるいけるいける。ちょっと待って、一生懸命ちょっと上の調整しよう、こう、ちょっとごめんね、ありがとう、ナイスナイス、おーっと、成功しちゃいました。熱くしてくれよ、うわ、頼む、変化、何色、青以外、青以外、来るぞ、うわーだ、うわー、気持ちいい気持ちいい、脳汁がブチャーって今来た、絞った絞った、うわー、絞った今、もう俺のね、ヘチマ以下のさ、スカスカの脳みそもね、キュッて絞ってね、今チュルって脳汁が出てきたわ今。うわー、自殺確定のレイちゃんの演出見れるぞ、みんな、自殺確定、レイちゃんさようなら、 ありがとうございます。え、いけるこれ、いや俺無理と思う、うわ押すの怖い、うん、いけちゃうんですねあ、気持ちいい、ほんと、カスカスミレーレインボー、ありがとう、ベリーシェイシェイよ、あっかん、また出してもうた、生きて、無理無理、テンションが上がらない、あー、また当たっちゃった、ありがとうございます。こんなんこんなんね、見て、 ST レベル上がった途端これ、12回転目、うん、ね、これが ST レベルが上がった状態の ST よ、もう全然違う、全然違う、 ST1 から、4にぶち上がる可能性って何パーセント？ 2% とかそんぐらいの振り分けしかなくない？
ね。 2% ぐらいの振り分けでいきなり ST レベル4に飛んだ、もしくは ST、 元々の ST レベルが2で2からの4だったらね、まあ振り分け 15% ぐらいあるんで、まあ可能性はあるんですけど、ああこれ ST レベルもしかしたら4の可能性まであるよ。挙動変わりました突然。おい、なんね、40何が、あーまた来た。この変化の保留変化の煽り自体が結構強いんですよこの台って、ね、緑保留でも全然あるんで、うん、そう、はい、先エルチャンスアップ。へそ保留3つ残ってる、へそ保留3つ残ってるんでちょっと止めるわけにはいかないんですよ。まあまあまあ、サキエルならボタンでも全然やれるんですけど、まあもうレバーが来てるんで当たりますねこれ。はい、間違いない、 ST レベル4だ、 ST レベル4だ、これ今4だね。あー、わかんない、もしかしたらモード C の可能性もあるね。 ST レベル2からのモード C の可能性もありますね。え、8192引くとストック5個ある、それ外線ね、外線。まあでも今ムルオカの諭吉が外線してるんで、まあこれもいわゆる外線と言われるものでも過言ではございませんね。うんね、はいね、もうこれが当たる当たらないにしても、こういう煽りが出てくる時点でもうこれ ST レベル4なんですよ。で ST レベル4の場合はこれ当たります。基本的に ST レベル4は何かしらのテンパイの時点で相当熱くなってますんで、これまあ当たりますんでね、4なんで4確認してますんで、これ当たったら絶対4。ああ4だ、4だわ、 ST レベル4でした。レベル E は富樫の、富樫の漫画ね。うん、え、暇人知らない？ ST レベルって一応ね、 ST レベル1から5まであるんですよ。エヴァの ST は一応1から5まであります。古岡くんは教科書に書いてないことをしっかり教えますんで、大丈夫、俺あのフィールズの営業マンと仲がいい人いるんで大丈夫です。ああこれがムルーン中の台だ。まあこれももらった可能性非常に高い。ああ、ボタンか、ボタンでも当たるんですね。これもう何しても当たるのがこれ ST レベル 4なんですよね。まあまあまあ、基本的にもうこのはすぐ当たりますんでね、お前驚くことでも何でもない、 ST レベル4なんで、間違いなく4なんで、あんまりねレバカス好きじゃないんですよ実を言うと。はい、もうこれだけで期待ができるのがエヴァンゲリオンのいいところ。さらに保留連まで今可能性見えてるよ。今この状態で時が止まれば保留連の可能性を残したまま閉店できますね。レイが脱ぐとそのレイが喋ったら、レイ背景でレイが喋ったらちょっと熱いみたいなね。まあ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 、ここは当たんなくても仕方ないね。うん、牛味ありがとう、ガタツベさんのコメ、 ST ってレベルが、とかあったんだ、うちの社員にも共有しときます、だそうです。ああ、牛味ありがとう。ガタツベさん、ちょっと色付きのコメントしてもらっていいですか。はい、やり刺さってからのこれね、見て、もう危なげない、一切危なくないね。もう3歳児の子供を国道3号線で歩かせてるぐらい危なげがない、全然いける。それはだいぶ、危ないね。赤ホール外す、ちょっと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 、ちょっと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 、おかしい、3歳児引かれました確かに危なかったわ、国道3号線に3歳児1人で歩かせたら空引かれるわ、ダンプでブチーン引かれたわ今。もう1回だけ、もう1回だけ、もう1回だけ、よし止めた止めた。俺ちょっと今この保留変化ちょっと待つわ、
渡しマンツーは変わるまでマンツーはこの保留変化するのを待つまで打たないわ。はい、貸し出しボタン貸し出しボタンごとしたわ今。来い。うわうわうわ、みんなを守る、みんなを守る、これが貸し玉ごと。え、99分の1、164回転で引けないやつとかおるん逆に。はい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 、珍しい演出ですね。シャムシェルとね、シャムシェルとね、うん、二次保留めっちゃ来るやん。シャムシェルと触手の遊び、3歳児引かれた貸し玉ごと、うん、あ、まあ、まず乱数調整のごとですから。あーごめん今ちょっと、あー見せられない、これちょっと今日はライブこれ終わった後非公開にしないとまずいわ。これ俺の乱数調整ごとをみんながやりだすとパチンコ屋さんが潰れちゃうんで、これ以上パチンコ屋さんが潰れちゃうとマジでまずいんで、今日のライブは非公開にせないけん。今からごとやりますんで、どんなことかというと、どんなことかというと、これちょっとマジでやばいことなんで、これは絶対真似しちゃダメだよ。これ絶対、いてて、見た今の見た、本当に痛いね、本当に痛いけこれ今のマジ痛いね。これでも本当に後つくぐらい、後つくぐらいの硬さがあるんですよ今の。これでもどういうことかわかる？肉を切らして骨を断つ作戦ね。俺が今ここでエヴァに攻撃されたことによって、俺は使徒の骨を断ちに行ってるんで、お前の代わりはおらんねえ。いやそうマジ白米すんなっちゃう。よしよし、ありがとう。カスタム変更ごとです。いやまだ分かりませんからね、これまだ断ち切っちゃいました。まだ分かる。135止まってない、止まってないね、止まってなかったわ。いやまだ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 残保留まで残ってるから、残保留まで残ってるんでね、残保留まで残ってるんで。